はい、どうも皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。錦アナゴの穴尾です。本日は水曜日面白福祉の時間です。さて今日はですね、テレビの製造しているメーカーさんにぜひ聞いてもらいたい内容せっかく視覚障害者にも優しい放送がされつつあるので、テレビでも、視覚障害者が使いそうなボタンはもうちょっと分かりやすくしてくださいっていうお願いです以前このコンテンツで副音声っていう話をねしたと思うんですよ。NHK の朝ドラとかね、あと民放さんでも結構最近はドラマとかで副音声のある、副音声のついてる番組増えてきましたね。視覚障害者用にそのシーンの説明をしてくれる音声、副音声ね、これがついてる番組ってどんどん増えつつあるんです、ただね、副音声を起動するためにはそのリモコンの音声切り替えボタンを押さなければいけないわけですよ、でこのね音声切り替えボタンがメーカーさんによって場所がバラバラだったり、メーカーさんによってはどこにあるのか全然視覚障害者には分かりませんっていうお話、チャンネル選ぶ、1とか2とか3とか点キーのボタンあるじゃないですか、で点キーのボタンの5のボタンのところにポチってね、視覚障害者でもこう分かるような目印がつけてあるリモコンがほとんどなんですよ、それはどのメーカーさんもやってくれてるんですね、であと電源ボタンで電源のねその、入れる切るを分かるようにちょっとザラザラザラっとなったボタンにしてくれるところも結構多いです。でもこれはなってないところも結構多い、でその音声切り替えボタン、それもザラザラがついてるリモコンも、過去1つ2つ出会いましたけど、何もついてないところがやっぱり多いんですよ、でこれもっともっと分かりやすくしてくれないと、せっかく副音声がついてる番組でも音声切り替えがねできなかったら意味がないじゃないですか、ね、自分の力で、だからもっともっと分かりやすいボタンにしてくれたり、あとはもっともっと分かりやすい操作方法、例えばほらチャンネルを選ぶわけじゃないですか、1だったら1とかね、でその例えば1を2回押すと副音声がついてる場合は起動するとか、そうするとめちゃめちゃ分かりやすいじゃないですか、で電源ボタンもあれザラザラがないボタンだとね、最近のテレビって電源のボタンを押してもつくまでに時間が結構かかるんですよで見えてないとあれ入ったのかな入ってないのかなって分からなくて、そういろいろ押してるうちにまた消しちゃったりとかね結構ね、そう音声切り替えもこの番組音声切りくらい副音声あったよなと思って探してるうちに、なんかいろんななんか別の操作音のところに入っちゃって、なんか元のチャンネルに戻せないとか結構あるんでね、ぜひテレビメーカーさん、最近副音声のついてる番組も増えているので、その辺のところもね考えてもらえたら、その辺のバリアフリーも考えてもらえたら嬉しいなっていう、そんなお話でした、面白かったらいいねボタンを押してください。そしてコメントやチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。